打ち上げ開始1分前になりました。お席を立ちのお客様、どうぞお席の方にお座りください。打ち上げ開始1分前です。夏の夜空には最初が消える光の花々、爆発、燃焼、空気の振動、鮮やかな色彩、どれもが人の現地の感情を刺激し、陶酔へと誘ってくれます。花火の振の良さは間近で味わわなければ決して分かるものではないと言われております。花火は人工の大衆芸術でありながら、人を純粋な感動へと導いてくれます。花火は夜空に賑わいと彼らで輝きを醸し出します。さあ、花火を楽しんでください。瞬間の美に寄ってください。光と色彩に満ち、体に響く大きな音、間近で見た時の新鮮な驚きと感動、皆さんの心の中にみずみずしく残っていくことと思います。日本花火の頂点に立つ花火師の皆さん、本日はその中から静岡県三遠煙火の皆さんに打ち上げを担当していただきます。お客様に驚きと感動を与えるのが生きがいという三遠煙火花火師の皆さん、日々の成果を本日は存分にご披露していただきたいと思います。大変長らくお待たせをいたしました。長島温泉花火大共演開幕です。まずは大玉八重式の菊崎の紅コーラ、皆様ようこそお越しいただきました。開幕スターラインです。
お越しいただきましてウェルカムスター前ご覧いただきました。ここからは打ち上げ花火でございます。口先の緑、開いた花の先が緑色に変わるのがよくお分かりいただけると思います。口先の緑から今度は口先の青ですね。開いた花の先が青色に変わります。キラキラ光る爪がスーッと垂れ下がっていきます。紅水星と言います。銀色の馬、音を鳴らしながら舞い踊ります。銀笛の舞。少し大きくなります。銀二匹先の紅金だ。これは開いた花の滝で紅、そして銀色に変化するという花火です。変わってパステルカラーの一つですね。これはレモン色のボタンをご覧ください。次のパステルカラーの一つ、今度は青色のボタンをご覧ください。今度は電線光線、菊池さんの青線光線。ここで大きなの一つご覧いただきましょうか。銀神銀大場入り青崎戦闘です。はい、代わってスターマインに点火されます。題してアクロバットスターマイン。